口頭鏡を用いた蛍光器官相関器官相関は口または鼻から口頭を経由して気管内チューブを挿入する軌道確保方法。気管相関は確実な軌道確保と誤嚥の防止のため施行される。一般に以下の場合に行う。一般に以下が必要とされる。その他手術時は必要に応じて薬剤も使用される。 挿入経路は大別して、傾向相関、警備相関があるが、一般的に傾向が多い。高校内手術の際等に、警備相関が行われる。手術などで、一般的に行われている、高等鏡を用いた傾向的な機関相関について、記す。軌道の評価器具の準備マスク換気その他の前処置、高等展開相関換気の確認チューブの、 固定器官内チューブが期艦内にあることの確認法として以下に列挙した方法がある。なお、1から6に関しては、食道相関に挿入された状態であっても挿入が確認できるという誤認があり得るので、注意が必要である。最後に述べている8番目の方法が最も確実である。胸郭が上下する、両胸部の長身で呼吸音が聴取できる。 上腹部の上心では、呼吸音が聴取できない。呼吸時に、気管内チューブの内面が曇る胸部を圧迫すると、空気が、気管内チューブから出てくる頸部に指を置きながら、気管内チューブの過疎を膨らませると、過疎の膨らみを経費的に感じることができる。気管内チューブに20から50ミリリットルの注射器を、接続し陽圧をかけると、抵抗なく空気が戻ってくる呼吸に酸化炭素濃度が、 連続的に検出されている、様々な理由により軌道確保が困難な症例が存在する。マスク換気が困難な場合、機関相関が困難な場合、どちらも困難な場合、マスク換気が不能な場合がある。特に、機関相関が困難な症例のことを、相関困難症と呼ぶ。例えば、高校や引頭、高等の形には、個人差があり、 絶根によって軌道が閉塞しやすい場合や、高等鏡を用いても高等が観察できない場合がある。また、上軌道に主流や外傷がある場合や、頸椎諸島により首の可動域に制限がある場合も、軌道確保が困難となる。軌道確保困難を予測、評価する指標として、以下のようなものがある。12の術前評価項目を用いて、 歌詞の可能性を予測するモデルキトゥルパルのモデルを一部改変したもの。換気不能、相関不能が同時に発生すると致死的になる。歌詞の発生する原因に12の危険因子があり、多いほど歌詞の発生する危険性が高くなる。マリンポッティ分類のクラス3あるいは、4警部放射線後、警部主流男性短い工場を都外間距離しがの、 存在ボディマスインデックス 30kg、平方メートルの肥満46歳以上はごげの存在太い首睡眠時無呼吸症候群の診断頸椎の不安定性や可動制限科学の前方移動制限マリンポッティ分類術前に機関相関が困難かどうかを推測するための診察所見の一つ。セシャギリマリンポッティが百八十五年に報告した 患者を立位課材で診察して、自発的に口を開けてもらい、可能な限り下を突出させた状態で陰頭を観察する。その見える程度を4段階に分けた分類法であり、開口時の口外海、南口外、口外水が見えにくいほど、相関困難になる確率が高い。コルモック分類高等展開後の正門の見え方の分類であり、4段階に区分される。 グレード3、4ではチューブを機関に挿入することが困難と判断される。一方、グレード I、I でもチューブをスムーズに相関できないこともある。アッパーリップバイトテスト科学可動域を調べる方法で、下顎を前方に移動してもらい、下の歯列が上行心を噛むことができるか調べる。C の場合は、マスク換気も、気管相関も困難となる可能性がある。 経口気管相関は患者の苦痛、口腔内静止や軌道吸引の困難さ、自己爆感の危険性などから7から10日が限界と考えられている。そのため、それ以上の軌道確保が必要な場合は、気管切開が考慮される。日本気管食道学会の外科的軌道確保マニュアルによると、上気道の狭窄や閉塞のある患者、下気道の分泌物貯留、 排出困難による頻回の吸引が必要な患者、高校領域や陰頭領域手術時の軌道確保、神経疾患や筋疾患などによる呼吸筋減弱を認める患者、潜炎する意識障害で軌道確保や誤衛予防が必要な患者で長期軌道管理が必要な場合は、気管切開が行われる。気管相関困難例では臨場向上人体戦士を行うが、 長期機道確保の場合は、外科的機関切開か、経費的戦士式機関切開が行われる。日本では、機関相関は、医療行為とされ、医師や歯科医師以外には、機関相関の施行が許されなかった。しかし、2004年7月1日から、救急救命活動中の心肺停止状態の、患者に対する機道確保の方法の一つとして、所定の講習と実習を受けた。 救急救命士にも認められることになった。この場合、救急救命士は、病院で手術を受ける患者の同意を得て、機関相関の実習を行うことになる。救急救命士は、消防学校や救急救命士養成所等で、機関相関に関する講習を受講した後、都道府県のメディカルコントロール協議会によって、認証された医療機関で、 全身麻酔症例での基幹相関を30例以上、成功実施し、病院実習終了証の交付を、実習病院より受け取り、MC より認定を受けることができる。MC より認定を受けた、救急救命士を、基幹相関認定救急救命士という。これに伴いさらなる法整備が行われ、同じ医療者である看護師も、 従来通り機関内相関を行って良いという一文が付け加えられたが実際の授業カリキュラムや学習内容について相関主義の授業や実習はない。救急救命士に機関相関の実施が認められるようになった契機として2001年10月に秋田市消防本部において組織的地域ぐるみで違法との認識がありながら 救急救命士の機関相関が容認されていたことが挙げられる。これは一司法違反であることが指摘されたが、このようなケースは秋田市以外でも認められ、大きな社会問題となった。その後、比較的同情的な世論の高まりを受ける形で、法律が整備され、メディカルコントロール体制を構築した上で、2004年7月から所定の講習。 実施を受けた救急救命士が機関送還が可能となっている。救急救命士の機関送還解禁後の問題として、2007年5月と6月には、愛知県と福岡県において救急救命士による誤送還事故が起きている。いずれのケースも誤送還との因果関係は不明とされているが、 患者は死亡しており、有効性と安全性に向けたさらなる検証が求められる。2007年5月に愛知県名古屋市において生じた事例では、全国的にニュースとなり、心筋梗塞の女性患者に対し、救急救命士によって気管挿管が施行されたが、単純に患者宅と受け入れ先の病院まで来るまでの所要時間は7分程度であったが、 現場で対応した名古屋市消防局の救急救命士が機関送還の施行に手間取り、結果的に搬送時間が30分以上もかかってしまった。結局患者は死亡に至り、後の報告で食道送還であったことも確認された。この事例に対し、機関送還に関わらず、早期に病院へ搬送すべきであったとの意見が多く出された。ありがとうございます。